こんにちは、速稼塾の久保です。私はですね、何かを得るためには何かを失わなくてはならないっていうフレーズが、いろんなところで出てるんですけども、私はそうは思わないというか、そうは思わないようにしてるんですよね。じゃあどういうふうに思うかというと、全てのものは、何かが形を変えたものっていうふうな考えなんですよ。何かがですよ、形を変えたものなんですよ。例えばね、私の麻雀店っていうのは経営しているという形があります。それがどういう形に変わっているかというと、日々借金というものに形を変えてるんですよね。でも借金っていうのは誰かの利益になってるわけなんですよ。そうですよね。私が一人で借金していって、じゃあ私が借りたお金っていうのは誰かの資産になってるわけですよね。なぜならそれは回収できるからなんですよ。もしくは回収する見込みがあるからなんですよ。私がお金を借りる、誰かがお金を貸す、この関係が続いている以上、誰かがやっぱり利益を得続けてるんですよね。そしてですね、今私は隠居という暮らしをしてますけども、私はね、今何かを生産してるか、接客をしてるか、集客をしてるかっていうと、そういうところにエネルギーを割いていないんですよ。 YouTube というものに対してずっと動画を作り続けているっていうところが主になりますけども、私の活動っていうのが YouTube のデジタル記録としてこう形を変えてるんですよね。そのデジタル記憶がおそらくこの動画をご覧の皆様のところに届いた時に、感情というものに変わってくると思うんですよ。そして感情というものっていうのは、まさにね、気持ちっていう意味の感情もありますけども、これ会計という意味の感情もあるんですよ。だから感情っていうのは感情に変わりやすいっていう風な、ちょっとね、押し付けっていうか語呂合わせみたいになっちゃいますけど、でもね、そういうところって多いと思うんですよ。感情が動いた時に人は物を買う、感情が動いた時に人は誰かを信じるみたいな感じになっちゃうんですよ。だから感情が形を変えて、収入とかね、支出に変わってるのかなと思います。そういう意味では、一人一人の人生がね、あるとして、何を何に変えてるのかなってことを意識するときに、非常にね、言いにくいんですけども、会社勤めをしてるってことは、自分の労力とか自分の可能性っていうのが他者の資産に変わってる、変わり続けてるっていうふうなことなんですよ。非常に悔しいですけども、それが真実なんですよ。でなければ、一方で大金持ちができる、大金持ちの経営者ができる、一方で多くの方が自分の生活を我慢する、切り詰めるってことは起きないわけですよね。こういう例があるんですよ。たった一人の人がヘッドハンティングされて年収3000万になりました。年収3000万になった代わりに何が形を変えるかっていうと、年収300万の人が10人クビになる、リストラになるってことなんですよ。会社としては9人減って、ヘッドハンティングした人がより大きな利益を上げてくれるんで、効率化が達成されるってことなんですよね。これがどん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 進んでるってことなんですよ。そして前澤社長の1000億というお金がありますけども、あのお金も株式が1000億という現金に変わりました。じゃあ株式っていうのはなんでね、購入金額よりも高くなったのかというと、多くの人の信用と期待が金額に変わったからなんですよ。こういうふうに人の感情っていうのはお金にすごく変わってるんですよね、世の中で。そういうことを感じた時に、人の感情を動かせるだけの自分はアクションを起こせるかってことを考えた時に、それはどうなのかなと思うんですよね。例えばね、会社の社長が社員に給料を払う時って、いちいち社員に感動してますかね。事務的に事務員さん、総務さんが振り込み作業っていうのをしてるわけなんですよ。社長から、もしくは会社から給料をもらって、振り込み作業をしてるから給料が届くんですよね。そして給料振り込まれた方も、どちらかというと感情は動くんですけども、ありがとうって感じよりも少ねえなっていう感情ね、ネガティブな感情が動いてるんですよ。じゃあそういうところから利益が生まれますかっていうことなんですよね。そういうところから、そういう暮らしを続けていって、100日後とかね、1000日後とかね、1万日後にどんな未来が待っているかってことなんですよ。おそらく希望するような未来は待ってません。で、もうね、割り切った未来がやってくるということなんですよね。だから今日この時点でもう2019年の12月ですよ。この時点で1月から12月までの12ヶ月間経って、じゃあ自分はね、この延長線上に自分の人生あるかって考えた時に、多分おそらくほとんどの人はないと思うんですよ。だからね、やっぱ踏み出していく自分の時間とか労力とか知恵とかお金っていうものを、自分の人生に変えていかないとやばいんじゃないかなと思うんですよね。で、前澤社長ってのはそれが上手だったんで、今買いまくってるんですよ。しまいにはですね、1000億円が振り込まれましたっていう預金通帳をまたさらに再生数として現金に変えてるんですよ。ねえ、すごいですよね。発想もすごいし、ひょうひょうとした人柄、それから敵も妬みもあるでしょうけども、それを跳ねのけるだけの、なんかね、人気がありますよね。そして今日の動画の最後ですけども、山口会長が言ったことがここでもまたね、証明されました。山口会長ですよ、例のね、お金借りるのが上手な山口会長ですよ。岡山に住んでいる山口会長、なかなか動画に出てこないですけどね。それ、山口会長っていうのは、
預金通帳ね、10億円とか100億円が振り込まれたら一体どういうふうに表示になるんだっていうふうにずっとね考えてる時に、こういうふうな結論を出したんですよ。それはカンマがなくなって文字がギュッと詰まるんじゃないかっていうふうに言われてましたね。さすが山口会長、前澤会長のね、前澤社長の、通帳で明らかになりましたよね。その通り、カンマが外れて数字がギュッと詰め込まれて1000億、答えが出ましたよね。それでは